上野貴成は、日本中央競馬会立党トレーニングセンター所属の、騎手。1994年競馬学校10期生、梅内忍武級者所属騎手としてデビュー。同期には、幸い秀明、渡辺義彦、吉田豊などがいる。騎手デビュー初日となった3月5日の雪柳賞で、バンブー友人に騎乗し、初勝利を特別戦で飾る。 3戦目の特別競争勝利は JRA 新記録であった。初年度に15勝を挙げた上野は5年連続で勝利数2桁台をキープ。1998年にはジムカーナとのコンビで JRAGI 競争初起乗を記録したほか、多くの平地重賞レースへの起乗も果たしたが、これ以降平地競争においては特筆すべき、起乗場,場はなく、 平地起乗数が減少し始めた1998年より、障害競争にも起乗を始め、以後は障害競争を中心に起乗している。1999年7月18日、小倉サマージャンプでロングイカロスに起乗し、重賞初勝利を挙げるとともに100勝を達成した。2011年以降は、平地免許を取得せず、障害免許のみ更新を続けている。 2009年には阪神ジャンプステークスでマヤノスターダムに起乗し10年振りの重賞2勝目を挙げた。2012年には京都ジャンプステークスでマサノブルースに起乗しマヤノスターダム以来3年ぶり重賞3勝目を挙げた。2016年に JRA 通算200勝を達成。同年の新潟ジャンプステークスで大勢ドリームに起乗し、 重賞4勝目を挙げた。プライベートではマジックを趣味にしており、藤田真二は凄腕マジシャンとその腕前を評している。ありがとうございます。